自殺をして亡くなられたと報じられました。なんと死亡確認後54分後に遺書のようなものがあったため、自殺と断定され、一斉にテレビで報じられていたのです。しかし当初あったとされる遺書はありませんでした。そして管轄の三田警察署は自殺とは公表していませんでした。遺書がなかったことは、所属事務所アニュースがやっと49日でホームページに記載していただけでした。しかし遺書がなかったこと、そして管轄の三田警察署の自殺とは公表していなかったことは、全くメディアは報じませんでした。そのため三浦春馬さんの自殺報道が拡散されて、自殺の印象操作が図られたのではと考えられます。三浦春馬さんの所属事務所アミューズの亡くなった日の発見時の証言が二転三転して、つじつまが合わないまま3年以上経っても、今も時系列の説明責任を果たせていない事実があるのです。そして死亡される半日も前に NHK はテレビで死亡報道をしております。こんな不思議なことがあるのでしょうか。私たちは陰謀論でも何でもなく、事件に至るまでの数日のスケジュールと、亡くなったとされる日のマネージャーが迎えに行ったその時間を求めているにすぎません。それなのにたったこれだけのことを4年以上も答えられない所属事務所アミューズに疑問が湧くのは当然です。ここに事件の鍵があるのではないでしょうか。三浦春馬さんは生前、所属事務所主催のチャリティー活動に真摯に取り組んでおられました。このチャリティーには多額の金銭問題の闇があり、三浦春馬さんは寄付金の言える化を訴えていました。この闇に三浦春馬さんは巻き込まれてしまったのではないでしょうか。私たちは陰謀論でも何でもなく、おかしいことをおかしいと感じて説明責任を求めているにすぎません。この事件を通して都合の悪いことは一切報道しない、日本のマスメディアの闇に気がつくことができました。そして警察には圧力があっていない事実があります。そして死亡される半日も前に NHK はテレビで死亡報道をしております。こんな不思議なことがあるのでしょうか。私たちは陰謀論でも何でもなく、事件に至るまでの数日のスケジュールと、亡くなったとされる日のマネージャーが迎えに行ったその時間を求めているにすぎません。それなのにたったこれだけのことを4年以上も答えられない所属事務所アミ
警察庁長官安藤高春氏がもたらしており、無宅警察
声をかけられ、操作できなかったと思われます。三浦春馬さんの生き様から、自ら人生を諦める人ではないと想像できます。操作されることなく自殺で被られる、そんなことがまかり通っていいはずはありません。安全で安心して暮らせる社会にするため、人事だと思わず関心を持っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。情報を出してないです。2020年1月18日の遺書がないの間違い情報。
that reported that he passed away suddenly for a alone. And it was reported that he committed suicide without a thorough investigation. He was doing the work at home, having prayed that waiting room in the Broadway musical King Kevin several times. He was promised success every day. He had a kind personality and not one to cause trouble with others. Naturally, there was no way. He had no reason or indication to die. I can't imagine that he committed suicide. In the same year that he was ordered to have committed suicide, it was also reported that many famous actors who were close to him also committed suicide. They were also successful actors and had no reason for suicide not to commit suicide. It was 2020. I objectively hope that serious suicide occurred. I don't think they committed suicide. I hope for further investigation for how Pamela and other people reported to have committed suicide. Justice for her, Pamela. Thank you. 2020年7月18日に人気俳優の三浦春馬さんが自殺をしたというニュースを覚えていらっしゃいますか？疑問点が多く、再捜査を求める声が多いことをぜひ一人でも多くの方に知っていただきたいのです。遺書がないのになぜ自殺と判断したのでしょうか？所轄の三田警察署は自殺とは言っていないとのことです。当初メディアが盛んに報道していた遺書はなかったのです。四十九日に事務所が遺書がありませんでしたと公式発表しましたが、メディアの報道、ニュース、週刊誌などでは一切ありませんでした。搬送先の病院で死亡とされた時刻、14時10分からわずか54分後にメディアが自殺と、まるで準備されていたかのようなしない報道。通常のニュースでは詳しい経緯を調べていると報道するはずですが、早々に自殺と大々的に報道されました。運送走者でしょうか？実際に検視は夜8時からされたとのことでした。ドラマ撮影中でもあるのにかかわらず、所属事務所アミューズと TBS は連日登場の三浦春馬さんの仕事の時系列の発表を拒否しています。第一発見者であるマネージャーが迎えに行ったとされる約束の時間も、株主総会での質問にも回答もしません。隠す必要はあるのでしょうか？当初首吊りに使用したサーフィンで使用されるものの入手コードであると報道されました。伸縮性があるとの指摘があって、後に紐のようなものに変更。三浦春馬さんの身長178センチでは、160センチのクローゼットでは不可能なのでは？そう指摘されると、取っ手やドアノブに変更。朝撮影現場に三浦春馬さんが来なかったため、約束の時間にマネージャーが迎え直した。ただ午後からの仕事のために約束の時間に向かいましたと証言が二転三転されました。嘘をついているのは誰なのでしょうか？最後の出演ドラマでも、誰が見ても異常なほどに痩せ細った三浦春馬さんに対して、所属事務所、マネージャー、共演者などから
から心配の声はなかったのでしょうか。皆様、世界的に認知されつつあるヘルプサインご存知でしょうか。ハンドサインといって親指を手のひら側に折り、弦を作ってそのまま親指を握りグーを作る助けてという合図です。これを三浦春馬さんは5月のインスタライブで出しています。文春では8月6、13、20号でなかったとされる三浦春馬さんの遺書の内容を掲載しています。未だに訂正もされていません。このように数々の疑問があります。本当に自殺なのでしょうか。再捜査、三浦春馬さん不審死事件の再捜査強く求めます。よろしくお願いいたします。私たちは2020年の夏、亡くなられました俳優の三浦春馬さんの不審死再捜査を求める活動をしているものです。三浦春馬さんは自殺で亡くなったと報道されましたが、管轄の三田警察署は自殺とは公表していませんでした。しかしマスメディアは自殺であるとの報道を繰り返し、自殺の印象操作がされたことは否めません。自殺にしてはあまりに不審な点が多すぎるのです。亡くなったとされる時間の半日も前に NHK テレビで死亡報道がありました。海外ではその前日に死亡報道がありました。自殺をする半日以上も前になぜ死亡報道が出たのでしょうか。当初あったとされた遺書も実際にはありませんでした。三浦春馬さんの第一発見者の所属事務所アミューズのマネージャーの証言は二転三転し、辻褄が合わないまま4年以上も経ちました。このように三浦春馬さんは不審死であると断言できるほど辻褄の合わないことが多すぎるのです。三浦春馬さんは亡くなった時間だけではなく命日までもが謎のままなのです。所属事務所アミューズは辻褄の合わない時系列の証言を4年以上も放置して未だに説明責任を果たしていません。ここに大きな謎と疑問が湧いてくるのは至極当然のことです。そのため私たちは三浦春馬さんの再捜査を求めているにすぎません。かつて陰謀論と揶揄された事件が次々に真実であるということが明るみになってきています。そしてなぜこのようなことが起こるのか、警察は威信を取り戻し捜査を全うしていただきたいと切に願っております。そしてマスメディアも真実の隠蔽をし、印象操作を図るのではなく真実の報道をしてほしいと切に願っております。ただいまチラシをお配りしております。手に取ってお読みいただけましたら大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
です。